笑顔で岐南町役場に現れたのは、全町議で初当選を果たした後藤由紀新町長です。岐南町では初めての女性町長になります。初当選に伴い、今朝町役場では就任式が行われ、後藤新町長に当選証書が手渡されました。ハラスメントについてはですね、当然やってはいけないこと、あってはならないことでありますので、二度と繰り返さないようにしっかりと努めたいと思っています。今回の町長選挙は、小島秀夫前町長が99のセクハラ行為などを認定され辞職したことに伴うもので、投票率は 42.73% と前回の町長選を上回りました。